キルコマンド、それはマイクラ最強のコマンド。このコマンドを使えば、ラスボスのエンダードラゴンや、ウィザースラ一瞬で殺すことができます。そしてクリエイティブのプレイヤーでさえも一瞬で死んでしまいます。しかしこのコマンドを耐える方法があることを知っているでしょうか？いやいや、コマンドの力を超えることなんてできないだろ。確かに、最新のバージョンでは耐えることは不可能です。しかし、過去のバージョンなら可能なのです。昔のバージョン、何が違うんだよ。最近のバージョンのキルコマンドは、使うと確実に死ぬように設定されていますが、昔のバージョンでは、1000ダメージを与えるというコマンドでした。いやいや、1000ダメージとかどっちにしろ死ぬだろ。いいえ、実はこのダメージはあることをすれば十分耐えれるようなのです。では何をすればいいか、簡単です。コマンドで耐性のレベル5をつけるだけです。え、たったレベル5で耐えれるのか？まあ見ればわかります。はい、今キルコマンドを打ちましたが耐えました。もっとたくさん打ってみましょう。はい、このようにいくら打っても無傷なのです。最強のコマンドにも昔は弱点があったということですね。